日本代表対オーストラリア A 代表、2008年、レベル5スタジアムにて、日本代表対トンガ代表、北九州市立本城陸上競技場2006年ラグビー。日本代表とは、日本ラグビー協会が組織する、ラグビーユニオンのナショナルチーム。愛称は、ブレイブ・ブロッサムズ。古くからのラグビーファンの間では、ジャパンと呼ばれる。時の監督、ヘッドコーチの名前を冠して、 大西ジャパン、宿沢ジャパン、エディージャパン、ジェイミージャパンなどと呼ばれることもある。ファーストジャージのデザインは赤に白の王線。国内ではそのユニフォームが桜のジャージと呼ばれる。ジャパンが初めて結成された時のエンブレムは桜がまだつぼみであった。日本代表誕生、編集初めて日本代表が編成されたのは1930年のカナダ遠征である。 香山マ・シュエルが初代監督に就任し、ブリティッシュ・コロンビア州代表が初のテストマッチ認定試合となったが、6勝1分の成績を残した。国内での初のテストマッチは1932年のカナダ代表との対戦であった。戦前最高のプレイヤーと呼ばれた笠原恒彦らの活躍により、戦績は日本の2戦2勝だった。 カヤマは1930年から1934年まで監督を務め、テストマッチで3勝1敗の成績を残した。一方、1932年から1962年までは海外での試合はなく、国内での未試合を行った。この間、ニュージーランド学生代表クラブ、オーストラリア学生代表、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学のほか、 在韓ニュージーランド部隊や極東園、連邦軍チームなどと対戦したが、ほとんど勝てなかった。1963年、河西大二郎が監督に就任し、33年ぶりにカナダへ遠征。同年4月13日の BC 代表戦を33から6で制し、海外遠征テストマッチ初勝利を挙げたほか、通算成績4勝1敗の成績を残した。ちなみに、 同遠征メンバーの中に、後に、クレイトクサツとして、プロレスラーとしての道を歩むことになる、クサツマスアタケもいた。NZ 遠征、編集その後2年間は、試合が行われなかったが、1966年に、大西哲之介が監督に就任すると、2年後の1968年に、ニュージーランドとオーストラリアへ遠征し、1ヶ月間で11試合を行い、 6月3日のオールブラックスジュニア戦と6月8日のんず戦がテストマッチ対象試合となった。そしてオールブラックスジュニア戦では坂田義弘が4トライを挙げるなどの活躍を見せて23から19で撃破するという大金星を挙げた。翌日の地元新聞には NZ ラグビー暗黒の日という見出しが踊ったという。この長期遠征は5勝6敗の成績だった。 日本選手権出場事態事件、編集1969年に開催された第1回のアジアラグビーフットボール大会で優勝。台湾国で開催された1970年の第2回も制覇したが、第2回開幕直前に、1969年度の全国社会人ラグビーフットボール大会で優勝した近鉄、準優勝のトヨタ事項、同三位の三菱事項京都が、 相次いでアジア選手権に主力を送り込むため、同年度の日本ラグビーフットボール選手権大会を辞退することを表明する騒動が起こった。アジア選手権の開催日程が1月10日から18日までとなっており、1月15日に開催される日本選手権と日程が重なったためである。このような騒動があったものの、アジア選手権連覇を果たした日本は、 1970年3月に、んズと、BC 代表を日本に招いて、テストマッチを行ったが、この時、日本のエース、坂田義弘は、んズのメンバーとして出場した。結果、BC 代表には32から3で解消したが、んズには参戦全敗。ついに、大西ジャパン時代には、長年の宿敵である、んズには、勝つことができなかった。母国相手に大健闘。 編集1971年9月、ラグビーの母国、イングランド代表が来日した。同月24日に、花園では、双方5度にわたる、逆転劇というシーソーゲームの末敗戦。28日の秩父の宮では、花園の一戦とは違って双方のおえの、ロースコアゲームとなった。日本は、山口義春が挙げた1ペナルティゴールしか得点を、奪えなかったが、 後半32分頃に訪れた宮田浩二が、あと2センチあれば、トライを取れていたシーンがあるなど、80分間にわたり、イングランドと互角以上にわたりあった。結果、3から6で赤敗したが、今もなお、日本代表試合史上に残るベストゲームとして、語り継がれている。ジャパンのルーツ、編集大西は、総大監督時代から、海外列強の理論を導入。自宅には、 言語で書かれたラグビー理論書が多く増書されていたという。さらに寄せ集め的な日本代表チームの編成に意義を唱え、日本代表の強化、セレクションの基礎を作り上げた。このことに関連して、今、レイレイジャパンという故障がマスコミを中心に言われることが多いが、そのルーツは体制に起因している。日本代表監督に就任する前、 当時はラグビーでも全日本という言い方をしていたが、それではただの寄せ集めチームの名前に過ぎないとして、いいか、君らは日本を代表して戦うんだ。よって、これからジャパンということにする。と、代表選手を集めたミーティングで時、以後しばらくジャパンといえばラグビー、日本代表のことを指すようになった。また、ラグビーでは、 北島明春などチーム名に監督名を冠する故障が一般的だったので大西ジャパンと呼ばれた。接近、展開、連続、編集、大西の豊富なラグビー理論を集約した考え方が接近、展開、連続である。これは体の大きい相手にはスペースを与えず、できる限り接近してプレーする。相手とすれ違いざま、接触する寸前に素早く。 味方に正確なパスを通し、人もボールもワイドに展開する。そのプレイを連続させて、相手ゴールを落とし入れるということに起因する。その理論に基づき、大胆な選手起用法も試みた。ラグビー経験の少ない伊沢義明を、いきなり代表に抜擢、身長160センチメートル台ながら、タックルが良く、ラインアウトのスローイングに長けた、石田元成をフランカーとして起用。 トリッキーなステップで対面を抜き去る、スリークウォーターバックスウィングのマニア活字を、官平の切り札として、フルバックにコンバート、ナンバー8だった、腹進むプロップとして、抜擢、徹底的に鍛え上げて世界に通用するプロップに、育て上げるなど、オールスター選抜、総計名堂に人選が変調する傾向の強かった、日本代表を確信した。海外遠征の増加、 編集上記イングランド来日試合を最後に大西が監督を退任し、1972年に同志社大学の指揮を取る岡一志氏が後継監督となったが、オーストラリアコルツ来日テストマッチで1勝1分を記録するなど、国内強化試合を含めて負けなしを記録した。そして翌1973年にイギリス、フランス遠征を1ヶ月間にわたって行うことが決まった。 ところが、その後、岡が指導する、同志者で練習中に部員が死亡するという事態となったため辞任せざるを得なくなり、英仏遠征の監督には、急遽、横井久志が就任したが、当時首相は、実定の横井明が務めており、横井兄弟体制が出来上がった。英仏遠征では、同年10月6日に、当時世界一との評価を得ていたアウェールズ、10月28日には、 フランスとそれぞれ初のテストマッチを行った。なお、このフランス戦については、フランスラグビー連盟もテストマッチと認定したが、18から30と検討した。1974年、明治大学 OB の斉藤寮が監督に就任し、4月下旬から1ヶ月にわたり、6年ぶりとなる NZ 遠征が実施されたが、遠征最終戦で、 大西ジャパン時代でも勝利できなかった、ンズに対し、アニマルこと、藤原優の逆転トライが聞いて24から21で破り、態度チーム初勝利を挙げた。1975年、岡が監督に復帰し、同年7月中旬から約1ヶ月間、オーストラリア遠征を実施した。オーストラリア代表とは、テストマッチを2試合を行い、第2テスト試合の8月17日の試合では、 25から30と検討した。そして、このワラビーズ戦は2試合とも、オーストラリアラグビー連合もテストマッチと認定した。この頃までは、勝てないまでも日本は、国際ラグビーフットボール評議会、ファウンデーションユニオン8カ国の代表に対し、検討する試合も少なくなかった。ラグビーブームとは、裏腹の日々、編集1970年代後半あたりから、 とりわけ大学ラグビーについては空前のブームとなった。総名戦や総慶戦、全国大学ラグビーフットボール選手権大会、日本ラグビーフットボール選手権大会といった試合では満員のスタンドで行われるのが常となっていた。しかし日本代表はこの頃アジア諸国相手にしか勝てないという戦績にあえでいた。キャップ対象試合だけを紐解くと1975年の オーストラリア遠征マイナス1980年まで日本代表が勝利を収めたのはアジア選手権において3度韓国を破った試合があるのみ。それ以外の相手となると1979年の花園におけるイングランド戦の惜敗があったとはいえ1引き分けを挟んで19連敗を喫した。1981年のオーストラリア学生選抜戦でようやく アジア勢以外から勝利すると、1982年の香港及びカナダ代表の来日試合に勝利して、テストマッチ後連勝を記録した。以後、1982年9月26日に、ンずから国内初勝利を挙げた試合や、1983年のウェールズ遠征で、ウェールズ代表に24の29と赤敗した試合もあったが、一方では韓国に、 たびたび敗戦して、アジア王者から陥落した年もあるなど、安定した成績を収めることができなかった。またこの間の代表監督は、就任期間が短期間であることが少なく、なかったばかりか、新任監督が誕生せず、過去の経験者が二度目、三度目の就任をするなど、場当たり的な人事と見られてもおかしくなかった。引いては上記の通り、国内の爆発的なラグビー人気があり、 勝松尾二などのタレントを要しながらも成績が振るわなかったのである。初のワールドカップ、編集ラグビーには長年世界一を決める大会がなく、日本は海外遠征やラグビー競合国を招いてのテストマッチでラグビー競合国を破ることが悲願であったが、実力と試合機会という高い壁に阻まれてきた。1987年、ラグビーワールドカップが創設され、 日本は第1回大会に招待された。しかし、第1回ワールドカップの招待を受けたにもかかわらず、岡が大会直前になって NZ への研修留学という名目で監督を辞任。急遽、宮地克美が指揮を取って挑んだ。初戦のアメリカ戦では、ペナルティキックを5回も外し、勝てる期待の高かった試合を18から21で落とした。続く、イングランド。 オーストラリア戦にも敗戦し、3戦全敗で予選敗退となった。その後は、通常のテストマッチでも連敗が続き、1986年のスコットランド戦からテストマッチ11連敗という暗黒の時代が続いた。その後、1988年のアジア選手権で韓国に2大会連続で敗退した責任を取り、日々の広志が監督を辞任。 しかし、公認監督の選定には、時間を要した。祝沢ジャパン誕生、編集、日比野の公認監督には、壮大時代に、ラグビー、日本選手権に連覇達成の立役者の一人で、ありながら、銀行員という職業柄、ラグビー界から遠ざかっていた、伝説のスクラムハーフ、祝沢弘明に、白羽の矢が立った。日比野が辞任を表明してからしばらくして、 当時、選手協会委員長だった白井善三郎は日々のおたずさて、住友銀行の英国支店勤務中に、ファイブネーションズの観戦機などを日本のラグビー雑誌に寄稿したりするなどしていた、祝沢及び開校一番何のことかわかるだろう。と切り出した。祝沢は当初、母校、早稲田大学のコーチ就任についての話かと思っていたらしく、 まさか代表監督の要請とは思ってもいなかったという。しかも代表監督ということになると、勤務先の住友銀行も許可を出さないだろうと思っていたが、白井と日比野が事前に住友銀行に根回ししていたこともあり、出世に響いてもいいなら、やってみろ。という当時の上司からの事実上の快楽を得たため、1八十九年に日本代表監督に就任することになった。 ちなみに、日本代表の新任監督は、1980年の山本岩尾以来、実に9年振りのことだった。スコットランド相手に、金星編集祝沢監督就任初の再配試合となった。1989年5月28日、秩父宮ラグビー場で行われた、スコットランド XV との一戦である、スコットランド代表メンバーのうち、 レギュラークラスの過半数は、ブリティッシュライオンズのメンバーとして、NZ に遠征中だったため、ベストの夫人とは言えず代表扱いではないチームとして、スコットランド X v を名乗っていたが、ここまで日本は、スコットランドには参戦全敗中。そのため、最初から勝てる相手ではないと思われても、いた方なかった。ところが、宿澤は、この強力な来日チームの試合を観戦し、 次の弱点があることに着眼して勝てると感じ代表選手たちにこう力説した。高温多湿かつスコットランドのキッカーのゼフ不調があったとはいえ全体として祝沢のほぼ読み通りの試合内容となり28から24のスコアでイブ常任理事国を破る金星を挙げた。そして当時のスポーツ紙がこの金星を一面で 大々的に報道したほか、この勝利がきっかけとなり、日本代表はスポーツグラフィックナンバー4における同年度の MVP 賞に選出された。この試合では、当時の代表チームの首相に、当時神戸成功の首相でもあった平尾誠二がつき、また、シナリラト吉田義人、堀越正美、青木忍といった現役大学生をレギュラーに抜擢したことにも、 特筆すべき点があった。そのため、たった一戦の式しか行っていないにもかかわらず、祝沢は日本のラグビーを変えた、とまで言われるようになっていった。テストマッチのあり方を見直す、編集スコットランド戦の禁制があったとはいえ、祝沢は日本代表とレベルの近いチームとの対戦を試行したため、その後は r f ーファウンデーションユニオン8カ国との対戦は、 1991年のワールドカップまでなかった。またし沢はこれまで、ンズやオックスフォード、ケンブリッジの両大学などの対戦相手についてもテストマッチとしてきたあり方を抜本的に見直し、原則的に各国代表チーム以外のチームとの対戦についてはテストマッチとはみなさないことも方針として決めた。この方針は当時の日本代表チームとしてはかなり、 画期的な方針であったが、以後の日本代表監督、ヘッドコーチ時代もこれに習うことになった。ワールドカップ初勝利、編集対スコットランド勝利後のカナダ遠征では2002敗、翌1990年3月のフィジー戦も完敗した。ワールドカップのアジア、太平洋予選では、西サモアにこそ敗を舐めたが、トンが韓国を破って2大会連続で、 ワールドカップ出場を決めた。だが、その後は、西サモア戦の敗退を含めて、テストマッチで5連敗。ところが、1991年のワールドカップを迎えるにあたって、むしろ宿、サワジャパンに対する評価は、不安よりも、期待感の方が高まっていた。プール2に入った日本は、初戦で優勝候補の一角にも挙げられたスコットランドと対戦。 スコットランドのホームであるマレーフィールドスタジアムが会場であったが2年前の再現を期待していた日本のラグビーファンも多かった。しかし前半こそ9から17で折り返したものの後半は雪辱を期していたスコットランドの一方的展開となり9から47で完敗した。続く対アイルランド戦はアイルランドのホームグラウンドであるランツダウンロードで行われた。 対スコットランド戦から中3日で行われた、この試合では、吉田義人の70メートル独走トライなどのシーンが、見られたきっ抗した試合になったものの、16から32で敗北。この時点で、日本の予選突破は消えた。最終戦の対ジンバブエ戦は、ベルファストで行われ、日本は、本大会最多の9トライを奪う猛攻を見せて52から8で W 敗初勝利を収めた。 145失点、歴史的大敗、編集ワールドカップ終了後、祝沢は退任。後任には、新日鉄釜石時代、監督として、日本選手権で3度の優勝に導いた、小籔治が就任することになった。小籔は、チームコンセプトとして、縦縦横というパワーラグビーを施行した。しかし、レベルが相対的に落ちるアジア諸国相手であれば通用したが、 速度が伴わず、北、南両半球の競合相手には通用しなかった。とりわけ、1993年のウェールズ遠征では、同国代表は元より同国 A チームにも惨敗を、喫し、小藪解任論まで紛失した。そのため、縦縦横の修正を迫られた。以後は、立て直しが見られ、フィジーに、国内でのテストマッチで、連勝。 また1994年のアジア選手権決勝で韓国を破って3大会連続のワールドカップ出場権を得た。1995年に開催された W 杯本戦では全く歯が立たず、ウェールズには10の57、アイルランドには28の50といずれも完敗。この時点で3大会連続となる予選プール敗退が決定した。 3戦目の対戦相手のニュージーランドはすでに決勝トーナメント進出を決めていたため、控え選手主体のメンバーであったが、日本代表もワールドカップの過密日程からか一部の主力選手が出場せず、前半だけで12トライ、後半も9トライを上げるなどして、145から17で圧勝。オールブラックスライ日時の第2テストマッチで100、失点以上を経験していたため、 戦前から日本代表の大敗は予想されていたとは、いえ、ブルームフォンテーンの悪夢と呼ばれる大敗を喫した。なお、この試合をもって、小籔は監督を退任した。小籔の後任には、サントリーの部長だった山本岩尾が3度目の就任となった。1996年のパシフィックリム選手権で2勝4敗の最下位に終わり、同年限りで退任した。平尾ジャパン。 編集1997年、平尾誠二が監督に就任。平尾は就任後、ラグビーの競技人口が減少している背景から、平尾プロジェクトなるものを立ち上げた。つまりは、素質はありながらも所属チームが無名であるがゆえに、渦漏れた逸材と見られている選手や、ラグビー経験がなくとも、他のスポーツで優秀な成績を収めている選手を取り込む目的があり、 育成した上で将来その中から日本代表選手を発掘するという意味合いがあったのだが、結果的に大した成果は上げられなかった。また、パシフィックリム選手権はカナダに32の31に逆転勝利した以外は全敗し1勝5敗の最下位に終わった。1998年、日本代表としては史上初めて外国籍選手のアンドリュー・マコーミックが首相に指名された。 第4回ワールドカップのアジア予選の総合試合となったアルゼンチンに44-29で勝利。シンガポールで行われた W 杯アジア予選でも優勝し4大会連続の W 杯出場を決めた。1999年パシフィックリム選手権でフィジー以外の5カ国に勝ち初優勝を果たした。この時の日本代表にはクレアム・バショップやジェイミー・ジョセフといった オールブラックスの選手としても著名な活躍をした選手が入っていたことから、チェリーブラックスと海外列強のマスコミから報じられた。ラグビーワールドカップ1999は3戦全敗に終わり、プール敗退となったが、パシフィックリム選手権での実績を評価して、平尾体制を継続していくことを決めた。2000年のパシフィックリム選手権では4戦全敗となり、再開。 その後のカナダ、アイルランドの各遠征でもテストマッチで大敗を喫した。11月25日、日本協会は平尾の監督辞任を了承した。日本代表再建へ編集、平尾の辞任を受け、宿沢博明が協会委員長に就任し、現場復帰することになった。宿沢は自身の出身校である早稲田大学を含めた日本ラグビー界にはびこる。 学抜の排除の意味も込めて、監督時代に、東芝府中の黄金時代を築いた、東海大学出身の向井翔吾を監督に、招聘した。向井は、東芝府中監督時代、P から g のキャッチフレーズを掲げ、ペナルティを与えられたら間髪入れず素早い攻撃を仕掛けるという戦法を駆使し、日本選手権3連覇などの実績を挙げた。また、P から g の戦法は、 体格に劣る日本代表にも合致していると思われた。しかも、向井時代の代表選手には、大畑大介と、小野沢博史というフィニッシャーがいたからなおさらだった。しかし、早いラグビーが売りであるがゆえに、他国チームは逆に、日本は、スクラムやラインアウトといった、セットプレーが弱点と考え、とりわけ列強諸国は、そこを重点的についてきたが、 日本はほとんどそれに対応できなかった。結果、向かい時代にテストマッチでアジア諸国以外のチームから勝ち星を得たのは2001年におけるカナダと2002年におけるロシアの2勝のみ。アジアでも2002年のアジアラグビーフットボール大会では韓国に敗れるなど惨憺なるものでラグビーワールドカップ2003は4戦全敗でプール敗退となった。大会終了後、 監督の向井、協会委員長の宿沢がそれぞれ辞任した。瞑想時代突入、編集2004年3月22日、神戸成功コベルコスティーラーズのヘッドコーチだった、萩本光武が監督に就任。萩本は就任当初、同年のスーパーパワーズカップでロシアとカナダを破って、優勝に導き、最先の良いスタートを切ったかに思われたが、続く、イタリア戦で敗戦すると、 同年11月に挙行された欧州遠征において、スコットランドに8の100、ルーマニアに10の25、ウェールズに0の98と、しかし、萩本会議を唱えた、向井翔吾、春口博清宮克之の3名が、監督評価機関である8協会議の委員を、解任され、欧州遠征と前後して、代表のフィットネスコーチ、選手2名が、 相次いで繁華街でのトラブルで逮捕される不祥事が起きたが、監督の萩本には警告のみという処分にとどまった。だが、翌2005年の南米遠征で、ウルグアイ、アルゼンチンに連敗。さらに5月から6月にかけて、カナダ、アイルランドにもそれぞれ敗退したため、ついに萩本は辞任に追い込まれた。これを契機に、協会委員長、 監督という指導体制に限界を感じた日本協会は、ゼネラルマネージャー及びヘッドコーチという体制に改め、2005年8月、初代 GM に NEC グリーンロケッツの太田治 HC には初の外国人指導者となるジャンピエールエリサルドがついた。新体制下の日本代表は、いきなりテストマッチ4連勝を果たし、上場の滑り出しとなったかに思われたが、 2006年、第1回のイブパシフィックネーションズカップでは全く歯が立たず、4戦全敗で再開に終わった。そして同年9月、エリサルドが日本協会に無断でアビロンバイオンヌのスポーツマネジャーにも就任したことが判明。日本協会は HC に専念するよう求めたが、エリサルドがこれを拒否したため、同年10月31日付でエリサルドを解任。 暫定的に GM の大田が HC も兼務することになった。そして大田はかつての自身のチームメイトであり、かつ第1回 W 杯における最大の優勝の立役者のジョンカーワンに白羽の矢を立てることになる。2007年ワールドカップ編集大田 HC 代行体制で挑んだ2006年11月の W 杯アジア予選で韓国、香港に快勝し、 6大会連続の本戦出場を決めた。2007年1月9日、日本協会はジョン・カーワンをヘッドコーチとすることを発表した。カーワンは海外のラグビー事情を多少でも知るものならば、誰でも知っているスーパースターであり、1987年の第1回のワールドカップにおけるイタリア戦で90メートル独走トライをしたことでも知られている。また、 現役生活の晩年には NEC でもプレー経験があり、日本のラグビーファンにも知名度があった。また現役引退後、イタリア代表のヘッドコーチを務めた。すでに W 杯出場を決めていることもあり、カーワンに求められたのは本戦での実績。これについて、カーワンはフィジーとカナダには少なくとも勝つことを主眼に置き、決勝トーナメントには残れなくとも3位以内には、 確実に入る三段を目論んでいた。しかし、イブ・パシフィック・ネーションズ・カップでは1勝4敗で再開。8月18日に、イタリアの3番3で行われた、イタリア戦も12の36で敗退した。ワールドカップ開幕直前になって、AS の大畑大輔、山本光具安藤英二の3選手が怪我により帰国したため、急遽代わりのメンバーが招集されるといった事態にも、 見舞われたカーワンは確実に2勝するため、同じプール B に入った強豪のオーストラリア、ウェールズにはいわばリザーブ主体の選手で挑み、フィジー、カナダにはレギュラー級で戦うという二刀流を試みた。従って、初戦のオーストラリアには3の91で大敗したが、カーワンには想定の範囲内のようだった。しかし、続くフィジー戦では、 フィジーのフィットネスが後半になって、急激に低下する形になったにもかかわらず、31から35で赤敗。さらにウェールズにも18の72で大敗し、6大会連続の予選プール敗退決定。加えて、1995年 W 杯のウェールズ戦から数えて13連敗となってしまった。そして、最終戦のカナダに例え勝ったとしても、 最低限の目標である3位以内も極めて難しくなった。そんな状況で迎えたカナダ戦。日本はノーサイド直前まで5の12でリードをされていたことから4大会連続の全敗が確実視されていたが、ロスタイムに平公二が右隅にトライを決めて2点差まで迫ると、その後大西翔太郎がゴールキックを決め同点となり、ここでノーサイドの笛。 この結果日本は14試合ぶりに敗戦を免れ、また4大会ぶりに予選プール再開を免れた。本格指導、編集大会終了後、日本協会は目標としていた W 杯2勝はできなかったものの、準備期間が短かったことや、怪我人が続出した中で予選プール再開を免れたことを評価し、引き続きカーワンにジャパンの指導を託した。二千八年、 まずは、同年より開始されたアジア5カ国対抗で優勝をもたらした。続くイブパシフィックネーションズカップは、前年同様1勝4敗に終わったが、トンガには、前年に続き連勝。その後、11月のアメリカ来日シリーズでは、テストマッチ連勝を果たした。2009年、アジア5カ国対抗を連覇。続くイブパシフィックネーションズカップはトンガに3年連続で、 勝利したものの一勝3敗に終わった。2009年7月28日に行われた国際ラグビー評議会の理事会で2019年のラグビーワールドカップ開催国に日本が決定した。同年11月、カナダが来日。日本はテストマッチで連勝した。2010年、アジア5カ国対抗では順当に3連覇を達成し、 7大会連続となる W 杯出場を決めた。続くイブパシフィックネーションズカップでは、サモアとトンガに勝利し、得失点差の末、3位に終わったとはいえ、サモア、フィジーと同じく2勝1敗の好成績を挙げた。その後、10月30日のサモア来日テストマッチでは、10の13と赤敗したが、翌週11月6日のロシア来日テストマッチでは75の3と対象。 JK が本格的に指導を行った成果が徐々に実績にも現れつつあり翌年に控える2011年のワールドカップにも弾みがついたと思われた2011年ワールドカップ編集2011年シーズンもアジア後、過酷対抗から指導し順当に4連覇を達成続くイブパシフィックネーションズカップではサモアには敗れたが続くトンガを1点差で破ると 最終戦となったフィジーにテストマッチとしては17年ぶりに勝利し、得失点差により、ついに大会初優勝を果たした。その後、8月13日のイタリア遠征でも24から31で敗れたとはいえ、前半は17から14でリードして折り返した。そして同月21日の W 配送後試合のアメリカ戦は20の14で下し、通常のテストマッチでは、 第2グループと称されるナショナルチームにはほとんど勝てるほどにチーム力が向上していた。だが不安も残った。それはカーワン体制になってから W 杯以外のテストマッチではいわゆる QR フ b ーファウンデーションユニオン8カ国との対戦が全くなかったことだった。ひいてはワールドカップでその不安が露呈することになる。ワールドカップでは日本はプール A に入った。 カーワンの目標は、前回大会で果たせなかった2勝を挙げること。初戦のフランス戦では一時4点差まで詰め寄ったところまでは、日本のファンを大いに堪能させてくれた内容だったが、結局は21から47と完敗。ニュージーランド戦では主力を温存して、フランス戦とメンバーを大幅に入れ替えた。その結果、 オールブラックスの速い攻撃に終始防御を強いられ、前半に6トライ、後半に7トライを献上。結局、本大会ワースト2位の得失点差である7から83と惨敗した。これで、日本の予選プール突破は、極めて難しくなった。その後の試合は、次回のワールドカップ優先出場権が与えられる、プール3位以内を目指すべく、目標としていた2勝を挙げるため、 比較的相性が良くなってきた、対トンガ、対カナダ戦の勝利を目指したが、トンガ戦ではミスを連発した上に、日本の早い攻撃を完全に封じ込められて18から31と完敗。最後のカナダ戦も、前半に17から7でリードしながらも、後半終盤になってミスを連発し、立て続けに得点を許し、23から23でに、大会連続ドローとなってしまった。 結局、2勝は愚か、5大会連続勝利なしという結果に終わった。大会終了後、大田 GM は、カーワンを含めた、首脳陣と契約を更新しない意向を示し、カーワンもこれを了承。同年10月13日、正式にカーワンの退任が決まった。2012年、編集2012シーズンからエディ・ジョーンズが、日本代表ヘッドコーチに就任。 前任者のカーワンのチーム作りが、ともすれば、外国人への依存度が大きかったという反省の意味もあり、3月19日に発表された代表メンバーは、外国人選手に怪我人が続出していたという背景もあったが、マイケル・リーチ以外は全て日本人選手となり、しかもノンキャップ選手が13名というフレッシュな顔ぶれとなった。また首相には、5年振りの代表を復帰となった。 広瀬敏郎を任命した。アジア5カ国対抗では、全チームに順当に勝利し、5連覇を達成。その後、イブ・パシフィック。しかし、PNC ではいずれも赤敗ながらも参戦全敗で、再開。また、フレンチ・バーバリアンズにも2連敗し、春シーズンを終えた。秋シーズンは11月にテストマッチに試合を含めた、欧州遠征を挙行。11月10日。 ルーマニアのブカレストで行われたルーマニア戦では中盤の競り合いを制して34から23で下し日本は欧州で行われたテストマッチで敵地がホームのチームに初めて勝利したさらに11月17日ジョージアのトビリシで行われたジョージア戦では後半15分過ぎ以降これまでのビハインドを跳ね返し同点で迎えたノーサイド寸前に オノこうがドロップゴールを決め25から22と劇的な勝利を収めた。この遠征から元フランス代表のマルク・ダルマゾがスクラムコーチに就任した。2013年編集アジア5カ国対抗では全チームに順当に勝利し6連覇を達成。続くテストマッチは PNC とリポビタン D チャレンジのウェールズ戦であった。PNC では トンガとフィジーに連敗したため、この時点で優勝の可能性がなくなった。その後、国内では12年振りとなるウェールズとのテストマッチに試合を行った。6月8日に花園で行われた第一戦では、ジャパンはマイケル・ブロードハーストと藤田・義和がそれぞれ1トライずつを上げながらも、PG と GK で17点を上げたウェールズの巧みな試合運びに屈し、 18から22で赤敗した。翌週15日の秩父の宮で行われた第2戦では、前半は互いに PG での得点にとどまり、日本が6の3でリードして終了。後半に入ると、まずはウェールズが最初のトライを上げて8から6で逆転したが、ジャパンは8分にクレーグ・ウィング、19分にブロードハーストがそれぞれトライ。また、 ゴローマル・アユムが前後半5つの PKGK を決め23から8でノーサイド。ジャパンはタイ・ウェールズ戦初勝利を挙げた。q イブファウンデーション8カ国のチームに勝利したのは、祝沢広明監督時代の1989年5月28日に秩父宮で行われた対スコットランド戦以来のことである。また、スコットランドは正式な代表ではなかったため、 その後、PNC で組まれたカナダ、アメリカにも勝ち、春のシーズンを終了した。秋シーズンは、国内で11月2日にニュージーランドと戦い、一時はゴローマル歩むの PG2 発で1点差に迫るが1、トライも上げることができずに敗れる。その後、海外でテストマッチを行い、スコットランドとグロスターに敗れたが、ロシアとスペインには勝利し、2勝2敗でシーズンを終えた。 2014年、編集まず、アジアと太平洋地区から選抜されたチームである、アジアパシフィックドラゴンズと対戦し、前半はリードするも後半に逆転されて29から35で敗れた。アジア5カ国対抗では、全チームに順当に勝利し、7連覇を達成。これによって8大会連続となる W 杯出場を決めた。続く PNC では、カナダ、アメリカに連勝し、 アジアパシフィックカンファレンスで1位になる。その後イタリアと秩父の宮で対戦し勝利。イタリアに6戦目にして初勝利を挙げ、テストマッチ10連勝を達成。世界ランキングが過去最高の10位となり、春のシーズンを終了した。DF コーチに香港ヘッドコーチだったリー・ジョーンズ、FW コーチにイングランド代表首相だったスティーブ・ボーズウィックが就任。秋シーズンは、 国内で2試合、マオリオールブラックスと戦い、11月1日にのエスタで行われた第一戦は終始リードされて、21から61で完敗した。翌週8日の秩父の宮で行われた第二戦では、前半5から15でリードをされるも、後半、五郎丸歩の PG2 発などで逆転した。しかし37分に決勝トライを決められて、 18から20で逆転負けを喫した。しかし、世界ランキング上位国がテストマッチで敗北したため、一時、世界ランキングは過去最高の9位に浮上した。その後、海外でテストマッチを行い、ルーマニアに勝利したが、ジョージアには敗れ、1勝1敗でシーズンを終える。国代表ではないアジアパシフィックドラゴンズ戦、マオリオールブラックス戦は、 テストマッチではないため、ジョージアに敗れるまで、テストマッチ11連勝だった。2015年、編集前年まで行われたアジア5カ国対抗の改編により発足したアジアラグビーチャンピオンシップでは、香港戦が試合中止となったが優勝した。PNC では、カナダに勝利したが、アメリカ、フィジー、トンガに3連敗して4位で終えた。世界選抜戦も敗れたが、 ウルグアイには2試合とも勝利し、ジョージアにも勝利した。スポーツ史上最大の番狂わせ、編集ラグビーワールドカップ2015のグループ B 開幕戦で W 杯で2回優勝し、世界ランク2位の南アフリカ代表に初対戦ながら、ラストプレーでカーン・ヘスケスが挙げたトライによる逆転で34から32で勝利した。スプリングボックスから奪った。 この24年ぶりの W 杯勝利は、海外のメディアにより、W 杯史上最も衝撃的な結果、スポーツ史上最大の番狂わせと報じられた。中3日のスコットランド代表戦では前半は7から12、で折り返すが、レードローの正確なキックに苦しめられるなど後半に、立て続けにトライを重ねられ10から45で敗れた。第三戦サモア代表に26の5で勝利し初の、 W 杯1大会2勝目と通算3勝目を挙げた。第4戦でもアメリカ代表に28の18で勝利し、大会3勝目通算4勝目を挙げるも、勝ち点で南アフリカとスコットランドを下回り、初の1次リーグ突破はならず1次リーグ敗退の連続記録は8大会連続に伸びてしまった。W 杯において3勝したチームが1次リーグ敗退となるのは、 史上初である。国内外のメディアからは、最強の敗者等と言われる。ラグビー、日本代表のオフィシャルスポンサーの対象制約は、選手、スタッフ全員に1人当たり100万円で、合計5000万円の報奨金を贈呈すると発表した。また、放置プロスポーツ対象、特別賞、日本プロスポーツ対象、第65回日本スポーツ賞、特別賞、 毎日スポーツビト賞、グランプリを受賞。次期監督の選考、編集ワールドカップ終了をもって、ジョーンズ HC が退任、後任には、スーパーラグビーハイランダーズのヘッドコーチを務めるジェイミー・ジョセフが就任することが決定した。しかし、ジョセフは2016年シーズン終了までハイランダーズとの契約が残っており、代表には合流できないため、2016年度上半期の 代表テストマッチについては、アジアラグビーチャンピオンシップは、U-20 代表 HC を務める中竹、隆二が、そして、リポビタン D チャレンジカップ2016のカナダ、代表戦とホームのスコットランド代表戦の3試合は、サンウルブズヘッドコーチを務めるマーク・ハメットが、HC 代行として、代表の指揮を取った。アジアラグビーチャンピオンシップは、 若手選手を中心としたチーム編成で臨み、香港、韓国を相手に4戦全勝で前年に続き、優勝を果たした。続く、カナダ戦は、前年のワールドカップ組の半数を招集して臨み、前半を13から12の1点差リードで折り返す。しかし、FB 松島のトライや SO、田村の PG を加え再逆転、終了間際、 カナダにトライを許したものの26から22で辛くも逃げ切った。帰国後のスコットランド代表戦は、初戦のトヨタでは前半ホリエのトライで先制するも、反則による PG で差を詰められ前半終了間際に、スコットランドに PT を決められ10から16で折り返し、後半もノートライで点差を詰められず13から26で敗れた。1週間後の味の素での第2戦は、 前半を13から9のリードで折り返すものの、後半は反則を多く喫し、PG を立て続けに決められ16から21の逆転負け。ハメット HC 代行で臨んだ参戦は1勝2敗で、神域シーズンを終えた。2016年、編集9月になりジョセフ HC が正式に就任。就任後の会見では2015年ワールドカップの躍進の要因として、 ジョーンズ HC の手法を称えつつ、これからの日本の課題として、パワーの部分を上げ、世界のラグビーの潮流に合わせた、キッキングゲーム、相手のストラクチャーを崩すキック、キックのスキルの必要性を強調し、スーパーラグビーで実践してきた、キックやパントを用いて、陣地を確保し、FW のアタック力と BK の俊敏な展開をもって突破していく。 キッキングラグビーを代表チームに取り入れることを宣言。トップリーグの視察を繰り返した上で代表選手を選考し、その後に短期合宿を2回行った上で11月のテストマッチに備えた。初戦となったランキング4位アルゼンチン戦では前述のキッキングラグビーを起点に PK を誘い先生、以降も相手のノックオンやスクラムの反則でしのいでいくも徐々に 自力で上回るアルゼンチンの攻撃に翻弄され、前半を6から21で折り返す。後半に入っても、アルゼンチンのスピードについていけずトライを重ねられ、20から54というスコアで完敗を喫した。翌週の遠征試合となったランキング11位ジョージア、代表戦では、フォワードのフィジカルの強さを前面に押し出してくる相手に、対してバックスの組織力で立ち向かい、 前半早々バックスの素早い展開から FB 松島が先制トライを奪うが次第にジョージアの FW 陣のアタックに劣勢となりに T1G を奪われ12から8で前半終了しかし後半に入ると BK 陣のスピードと FW のアタックが噛み合い始めレメキノ2 T で徐々に点差を詰め後半24分に WTB 福岡がトライを上げついに逆転 SO 田ムラの PG でのリードを広げ、終盤のジョージアの猛攻を辛くもしのぎ、22から18で、ジョセフ HC 体制での初勝利を挙げた。翌週のランキング6位ウェールズ戦は7万人を超える大観衆の中で行われた。格上のウェールズに対して、前半から体格差をものともしないアタックを展開し互角の戦いを行い、ウェールズの猛攻も何とかしのいで、 前半は13から14と1点のビハインドで折り返した。後半は自力に勝るウェールズが PG やトライを重ね徐々に引き離される展開となるが WTB 福岡や FB 松島のトライ SO、田村の PG などでの30から30の同点に持ち込む。しかしノーサイド残り1分にウェールズは10フェーズを超えるアタックで少しずつゲインし途中から入った。 S.O. デイビスが正面からドロップゴールを決めて、ウェールズが逆転、その後のキックオフで日本はボールを奪うことができず、蹴り出されてノーサイド30から33の僅差で敗れた。テストマッチ年度最終戦となったフィジー戦は長期遠征の疲れからか工手両面にて制裁をかき、終始主導権を握られ、レッドカード退場で一人、 少ないフィジー相手に終盤を追い上げたものの結果は25から38で完敗。ジョセフ HC が率いた4戦は1勝3敗で終わった。2017年編集年初の会見でジョセフ HC は今後はサンウルブズを中心にした代表強化を進めていく考えを打ち出すとともにサンウルブズが海外で試合をする際は遠征に参加しない選手を自ら指導するなどで 若手を育成していく方針も明らかにした。アジアチャンピオンシップは全勝で優勝。6月に強化試合でルーマニアとアイルランドと対戦し、ルーマニアに勝利、アイルランドに2連敗した。秋シーズンは世界戦抜戦が27から47で、オーストラリア戦は30の63で敗戦。フランス遠征でトンガに39の6で勝利。 フランスとは23-23で引き分けた。2018年、編集6月のテストマッチで、イタリア、ジョージアに勝利。秋シーズンは、世界選抜戦とニュージーランド戦で敗れた後、イングランド遠征を行い、イングランド25-35で敗北、ロシアに32-27で勝利した。2019年、編集チームソングが、ビクトリーロードに決まる。 W 杯の前哨戦となったパシフィックネーションズカップではフィジー、トンがアメリカの3カ国に勝利して優勝。8月29日に W 杯最終登録メンバーを発表。9月6日に熊谷で W 杯前最後のテストマッチを行ったが、南アフリカに7-41で敗れ W 杯前最後のテストマッチを勝利で飾ることはできなかった。 ワールドカップ初の決勝トーナメント進出、編集、ラグビーワールドカップ2019日本代表も三勝ホスト国として挑んだワールドカップでは予選プール開幕戦においてロシアと対戦。序盤、日本のプレーには硬さが見られハイパントの勝利ミスからロシアに先制トライを許したが松島の2トライで逆転に成功し12から7で前半を終える。後半も ラブスカフニと松島のハットトリックとなるトライで、突き放した日本が30の10で解消を収める。2戦目は、ランキング2位の強豪アイルランド戦は、前半にアイルランドににトライを許したものの、3本のペナルティゴールで9から12と接戦に持ち込むと、後半に福岡県主のトライにより逆転し19から12で勝利。後半は無失点でアイルランドとの対戦において、 通算10戦目にして初勝利となった。3戦目はサモアと対戦し、合計4トライを奪って38から19で勝利。A 組3位以内が確定し、次回2023年フランス大会の出場権を獲得。予選プール最終戦となる4戦目は、前回大会で唯一敗戦を喫した競合スコットランドと対戦。序盤に、 スコットランドに先制トライを許したが、日本は3トライを挙げ、前半を21から7とリードしておいる。後半開始早々42分に、福岡のトライで28の7とリードを広げたが、スコットランドも49分、54分に立て続けに、トライを奪い28から21と7点差に迫った。しかしその後日本は、スコットランドの猛攻をしのぎ28から21で、勝利。 予選プール1位通過で史上初の決勝トーナメント進出を決めた。ティア2の国が予選プール全勝で1位となるのはワールドカップ史上初のことである。準々決勝は10月20日にプール B2 位通過の南アフリカと対戦。前半は3から5と接戦で折り返したが後半に2つのトライを奪われるなど突き放されて3から26で敗れ。 ワールドカップ史上初のベスト8で大会を終えた。ワールドカップ後、ジェイミー・ジョセフの続投が決定。しかし依然として、外国人の選手が多いことに対する批判があるという。2020年、編集新型コロナウイルス感染症の流行により、6.7月に行われる予定だった、ウェールズ及びイングランドとのテストマッチが中止となった。 ラグビーワールドカップ2019日本代表スコこト所属キャップ数は2019年10月20日現在ラグビーワールドカップ2019準々決勝も参照ラグビー日本代表歴代キャップ保持者一覧も参照太都は現役選手所属はキャップ獲得時2019年10月20日現在通常日本代表と呼ばれるものは 日本協会所属選手における最強メンバーによる、いわゆるフル代表を指すが、その他日本代表の予備軍とされるチームも存在する。これらには、年齢制限のない、日本 A 代表と日本 B 代表、U-20 日本代表などの年齢別代表などがある。15人制のほか、7人制も結成されている。女子の日本代表も15人制、7人制とも結成されている。 7人制代表はカザフスタンに勝利し、アジア代表で W 杯に初出場する。2008年10月協会記録より、ラグビーワールドカップ2019では、日本対ロシア戦が平均18.3%、瞬間最高視聴率は25.5%を記録した。日本対アイルランド戦が平均22.5%、 瞬間最高視聴率は28.9%を記録した。日本対サモア戦が平均32.8%、瞬間最高視聴率は46.1%を記録した。日本対スコットランド戦が平均39.2%、瞬間最高視聴率は53.7%を記録した。準々決勝の日本対南アフリカの 平均視聴率が41.6%、瞬間最高視聴率は49.1%を記録した。これは2019年の全番組で1位だった。ありがとうございます。